ボルトン・ワンダラーズ・フットボール・クラブは、イングランド・グレーター・マンチェスター州、ボルトンを本拠地とする、サッカー・クラブチームである。2020から21シーズンは、エフル・リーグ2に所属。2015年以降、クラブは深刻な財政難に陥り、エフルからの追放の危機を迎えたが、2019年8月28日に、フットボール・ベンチャーズ・リミテッドがクラブを買収し、問題を回避した。 リーボックスタジアム1874年に、教会のクラブ、クライストチャーチ FC という名称として設立。ホームグラウンドがなく3つの場所を点々としていたため、1877年に、改名するサイボルトンワンダラーズとした。1888年に始まった、世界最古のサッカーリーグ、フットボールリーグに最初から参加した12クラブのうちの1つである。 1923年にウェンブリースタジアムに移って初めての FA カップを制覇した。1987年には4部リーグまで陥落したがリーボックのスポンサーを受けて昇格。1990年代にプレミアリーグに昇格し2部に落ちた時期もあるが2001年から2012年までプレミアにとどまった。2005年来日、ビッセル神戸 川崎フロンターレと親善試合を行ったが、中田秀俊獲得前で、日本人選手やビッグネームがいなかったことも響いてか、観客数は他の欧州クラブの試合と比較すると定調に終わった。来日前、稲本純一とサントスアレサンドロ獲得に向けて動いたと一部報道もあったが、結局獲得には至らなかった。 2011から12シーズンは開幕戦こそ勝利したもののその後も連敗を喫し、わずか1ヶ月で周囲から降格圏に転落。2012年5月13日、アウェーでの最終節で、ストークシティと2から2で引き分け、同じく降格を争っていたクイーンズパークレンジャーズに勝ち点1及ばず、18位でチャンピオンシップへの降格が決まった。 2012から13シーズンはリーグカップでは初戦の2回戦でクローリータウンに1から2で敗れリーグ戦でも開幕10試合で3勝しかできず16位に低迷し2012年10月9日応援コイル監督を解任クリスタルパレスの監督だったダギー・フリードマンが就任した最終的にレスターシティに 特失点差で及ばず、7位でプレイオフ進出を逃した。2014から15シーズンは、開幕10試合で1勝しかできず、2014年10月3日、双方の合意により、フリードマンはクラブを退団した。2015から16シーズンは、財政難のため満足な補強もできず、2016年2月に、クラブ OB である、ディーンホールズワース率いるスポーツシールドコンソーシアムに、 買収されることが発表された。しかしその後も成績は好転せず、結局フットボールリーグチャンピオンシップで再開となり、1993年以来、初めてフットボールリーグ1への降格が決まった。2019年5月、破産を申請。これにより2019から20シーズンは、勝ち点 -12 のペナルティが課せられた。エフルからは8月27日17時までに、 クラブの売却が完了、あるいは期限を延長する正当な理由が提示されない場合、リーグから追放すると通達された。結局期限までに売却交渉はまとまらなかったが、現在交渉中であるとして14日間の猶予が与えられた。8月29日、フットボールベンチャースリミテッドへの売却が完了した。なし2019年10月11日現在、 監督インアウト詳細は、カテゴリー、ボルトンワンダラーズ FC の選手を参照ユニフォームの、白、紺は1888年に以来。エンブレムは1923年から使い始め、最初は、ボルトンの師匠を簡略にした、ランカシャーのバラと像のモチーフだった。1951年から、紺色の盾と、コウ文字の BW が加わった。 その後一時エンブレムを用いない期間もあったが、1975年から赤い BWFC の四字を丸くあしらう現在に近いエンブレムを使い始めた。2001年のプレミアリーグ最小格を機に4文字が紺色になり、その下に赤と紺のリボンを配するデザインとなった。リボンは2000年 FA カップ準決勝に向かう、サポーターの歓喜を表すと公式に説明されたが、 スポンサーのリーボックに配慮したとの説もある。公式ニュースその他、ありがとうございます。